ガーシーと共謀した人が日本に帰国して逮捕されたらしいです。頭悪いと思いますかまあ、締めて配的なのをされてたから、しょうがないと思うんですよね。で、ただ、その動画の編集をしていただけで、別にその悪いことはしてないよっていう主張だと思うんですけど、その動画の編集をしてアップロードした人がいるおかげで、インターネット上で脅迫というのが成立したので、逮捕されるというのはまあ当然なんじゃないかなと思うんですけど、で、 えっと、脅迫、強要とかで今のところ逮捕状が出ているガーシーさんだと思うんですけど、欲見法違反結構でかいんですよね。要はその、パスポートを返納してくださいっていうので、返納しないっていうので、確かね、懲役2年とかなんですよね。なので、あの、共用とかで日本帰って、あの、刑務所入った方が、早く済むんですよね。で、その、 旅館法、旅券法違反。まあ、パスポートの旅券って言うんですけど、旅券法違反がプラスでついちゃったっていうのがあるので、なのでもうさっさと、ねえ、あの、帰ってくればいいのにっていう。あ、返納したの返納したのえー、返納っていうニュースも聞いてないけど。紛失届け出してるから政府。別に政府にならないです。<laughs> あの、別にあの、紛失してるって言っても返納しなきゃいけないん、ね、よ えー、ガーチさんの暴露 YouTube を喜んでフォローしていた方がやったや議員として迎えた方々は罰せられないのですか一年くらい、一年前くらいに一度だけ数分見ただけで気持ち悪くてやめました。あれがなぜ受けたのかわからないです秩。秩序が長さすぎて他人の下ネタや転倒して見返りがないとかを反射的な口調で発信する動画、どうしに行きだったのしょうかひろくさん教えてください。世の中には反射だったり犯罪者の人がいっぱいいます。なので、あの、犯罪をしたけども、 結果として、それが許された状況になりたいと思っている人っていうのが結構いますと。で、それと、あの、ガーシーさんが暴露をすることによって、ダメージを受けることで、得をする人も結構います。ので、その、あ、その暴露によって得したよねっていうので、応援する派の人っていうのもいたりするので、なので、その、要は、えっ、ー、と、気持ち悪く感じるっていうのが、その、誰かをこう、 てることで気持ち悪く感じるんだと思うんですけど、その誰か攻撃をするというのによってこいつが下がるというのが気持ちいいと感じる人もいるんですよ。なので、例えば高いポジションにいる人が落ちること自体が気持ちいいよね。っていう人もいたりするので、なので、世の中にいろんな人がいるよね。っていう話になるんじゃないかなと思うんですけど。で、えっとまあ投票した人とか議員として迎えた人が罰せられるというのはあんまりないと思うんですけど、まああの？ 海外逃亡者に対してお金を払った場合は、その逃亡の手伝いをする、したよねっていう形で、あの、違法性が問える可能性があるんですよね。なので、あの、NHK 党だったり、幻冬者だったり、要は厳党者って本だしたりするので、なので、あの、海外逃亡者に対して印税を払ったりとか、議員報酬を払う形によって、海外逃亡を手助けした。ということで、あの、刑事的な責任を問うというのは、一応法律上可能なんじゃないかなと思うんですけども。 人生初スパチャです。廣瀬さん、ガーシーさんが警察などの過剰な追跡の被害者でもあると考えますかいいえ。また何年ぐらいガーシーのことで世間を監視やると,とどうしますかガーシーのことはよくしません。過剰ということ追跡はしてないと思うんですよね。具体的には別に何の追跡もしてないんじゃないですかね。一応そのと、外務省経由でパスポートを使えなくするっていうのをやったぐらいで、別に現地に警察官を送り込んでるわけでもないと思うんですよ。一応あの、の他の国だと警察官って、 あの、他の国のいる日本人でも逮捕することはできないので、なので、その、現地警察がやってくれるかどうかってなるので、なので別にその、ひたすらなんかあの、追跡したりとかっても特にしてないんじゃないかなと思いますけど。まあい、まあ、あの、どういう店で、あの、なんか飯食って、こういうところに出入りしているかとか、会ってる人の写真とか撮られまくってるんじゃないかなと思いますけど。あ、現地に派遣するんだ。ええー。でも現地に派遣しても、あの、逮捕はできないので、多分、 得して説明するぐらいしかないですよねおえまあ現地に派遣するんだとしたらその現地の警察とある程度連携をする可能性があるので,で連携ができるっていう風になってからなんじゃないですかね、えー、ガーシーさんみたいな人が国会議員になれた日本は平和だなと思うんですが海外の政治家も似ている人いるんですかまたヘルフさんから見て日本の政治家のレベルは海外に比べて優れてるんですが踊ってますか会社がなったみたいなのはあんま聞いたことないですね,ね あの、革新犯もありますけどね。その政治的な確信犯でなる人とかいますけど、ただなんか、詐欺で海外にいて、議員になりましたっていうのはあんま聞いたことがないので、かなり珍しい例なんじゃないかなと思いますけど。二、えー、回目ですいません。指名手配を食らったガーチさんですが、世間ではそんなのよりネてル議員を組みにしろなど侮辱罪という一応の手で偉い先生をはじめとした権力者をらしたのなどを臆測みました。りょさん警戒記者です。やはり闇の権力者の力も与えたのでしょうかい,いえ。<laughs> えっと、 普通にあの出てこいよっていうのが来て、出てこいよね、そのなんか謝罪するときに出てきてれば何の問題もなかったんですけど、あの、謝罪をしろというので陳謝をしなかったっていうのは、それをさすがにその国会に対して国会の機能をしなくなってしまうことだから除名だよねっていう。 なのでその国会の機能として国会議員が集まって投票するっていう最低限が守らないと、それはそもそも国会機能しないよねって話だと思うので、あの単調にそのガーチーさんを応援してる人がなんか闇の力があって言いたいっていうだけなんじゃないかなと思います。 えー、生稲晃子やガーシーや小池恵理子に投票してしまう人を減らす方法ありますかありません。えー、ないという場合はないと思う理由を言ってください。えっと、人それぞれ投票する理由があって、その人が投票したいと思うのであれば別に投票すればいいと思うんですよ。ただ、その、要は、えっと、自分の考えが絶対的な正義であるという考えは僕あまりよろしくないと思ってて、その、生稲晃子さんやガーシーさんや小池恵理子さんに投資する人も、その人たちなりの正義とか考え方っていうのがあると思うんですよ。 なので、その、えっ、ー、と、ひるき氏は何歳頃に有権者が成熟と判断を常にできるとは限らないと気づきましたか。なので、その、生稲晃子さんやガーシーや小池百合子さんに投票した人は、えっ、ー、と、成熟してないというふうに決めつけるのも良くないと思うんですよね。 まあ、あの、例えば、イクエさん、僕もどうかと思うんですけど、でも、あの、何年か経った後に、めちゃめちゃ政治的にうまくいく可能性もあるんですよ。小池合子さんももともとテレビ東京のキャスターとかアナウンサーとかですよね。ただ、その、なんか、テレビアナウンサー上がりなんですけど、でも、その、なんか、じゃあ芸能系上がりなんですけど、うまくいってる人で例えば小池合子さん、都知事まで盛り詰めました。で、もともと大臣もやってましたよね。確か。で、高市さ苗さんとかもテレビアナウンサー上がりですけど、大臣やってます、みたいなのがあったりするので、 なななんんででその芸能人だかから良くいいととううう決めつけもどうかなとは思うんですよただ、あの、生稲明子さんが、あの、当選してから勉強しますみたいなのは、あの、先にやっとけよと思うので、なんか、態度としてどうかなと思うんですけど、ただまあ、その、それがじゃあ、絶対的に政治家になってはならないというほどのことかというと、そういうことではないんじゃないかなと思います。ガチさんに関してはもう犯罪者なんで、あの、とりあえず、あの、 犯罪をした人に表現のは良くないよねっていう気はしますけど、はい。今の政党で投票するとしたら何党ですか答えにくかったら大丈夫ですと。多分もう今党で考えるべきではない気もするんですけど、あの、少なくとも僕はあの、統一教会の問題は何らかしらで解決をするべきだと思ってるんですよ。ではその、宗教団体って、あの、心の弱い真面目な人に、 まあ、らし込んで、あの、金巻き上げるっていうのが、割と統一教会がこうやったらうまくいくよねっていうのを、まあ、被害者もいっぱいいますっていう状況で、世の中が分かったわけじゃないですか。で、あれが OK ですってなったとしたら、多分、他の団体も同じことし続けると思うんですよね。 いや、その気の弱そうな真面目な人を垂らし込んで、なんかあの、働いた給料の十分の一つ出せやとか、なんか結婚相手こいつな、みたいなことっていうのをずっとやらされ続けることになってしまうんですよ。なので、あの、統一協会の問題は解決すべきだと思うんですけど、ただ自民党公明党はそれを解決する気が一切ないっていうのが、あの、明確になってらっしゃってるので、なのであの、自民党公明党に投与した方がいいんじゃないかなと僕は思ってます。 かけてもいいですけど、チャンネル登録した方がいいです。